おはようございます、ももかです。ということで本日はとある10月の日曜日でございます。天気がですね、今日めちゃめちゃ雨降ってるんですけど、今日はとある家族が我が家に遊びに来るということで、そんな一日の様子をねお届けしたいと思います。それでは行ってみよう。とりあえず実は私明日ね、月曜学校で漢字テストがあるんですよ。で、漢字テストも結構ガチで成績に関わる大事なやつで、で、覚えなきゃいけない漢字も600漢字とかあるんですよ。600漢字とか。だから、昨日の夜からちょっと頑張ってたんですけど、やっぱ昨日の夜じゃ終わんなかったので、今日早くもうメイクして髪やって、もう来るまで、コラボの相手が来るまでの時間でちょっとね、覚えたいと思うので、早くメイクしちゃいたいと思います。ちなみにお友達家族は1時に来る予定です。現在時刻は10時。早く起きた方。ということで、まず顔洗ったので今からちょっとねカラコン入れちゃいます。カラコンはこちらトパーズのストロベリークォーツですね。カラコン最初つけないとうち目悪いから見えないからさ、こんな感じ目のサイズだいぶ変わる。まだ今日着る服とかも決めてないんだけど、どうしよう。着る服って悩むよね、マジで。しかもこのスキンケア終わったら着替えないとさ、ファンデとかついちゃうから着替えると。厳密に言うと今回コラボってよりかは、まあ、もちろんコラボでもあるんですけど、遊びに来るので、遊びに来るならどうせなら撮ろうかみたいな感覚でございます。どうしよう服、今日でも今日髪を巻きたいから、かといって家での撮影なのであんま張り切りすぎてもおかしいので考えながら選んでいきます。ちょ、スキンケア終わったので洋服だけ選んじゃいます。まずこの格好やばいね、普通にクリーパーの格好なんですけど。ということで服選んできました。着替えたのでメイクしていきます。スキンケアした後ね、スキンケアしてから時間経ってメイクとかないんですけど、多少まだ若干ベタつきがあるときそのままメイクしちゃうと結構ねメイク寄りしちゃったりするので、こう軽く一回時間ないときとかもティッシュオフとかするのが一番おすすめ。特に小鼻の横とか。昨日ちゃんと顔のね、産毛とかね、眉毛とか剃ったからね、めっちゃメイクのりいい日かも。ほんとメイクのりいいだけでね、一日変わりますからね。とりあえずちょっと急いでメイクします。はい、ということでちょっと今メイクまだ途中なんですけど、もう先にお腹空いちゃったので、まあ、朝ごはんっていうかブランチですね。今時刻は11時なのでブランチなんですけど、いただきます。今回のメニューはクロワッサン2つとスクランブルエッグとウィンナーとサラダともずくと鶏胸肉をちょっとなんかあえたみたいな、めっちゃ美味しい。これブランチだけどもザ朝って感じの方が私は好きなので、コストコのクロワッサンがねめっちゃ美味しいんだよね。ミニサイズがいっぱい入ってるやつの方が私は好きなんですよね。うんふん。今日コラボ相手が我が家に来るので、せっかくなら庭で TikTok とか撮りたかったんですけど、めっちゃ雨ですね、今日。でもさっき天気予報見た感じ、止むのがね、夜とかなんですよ。食べちゃいます。ということで、ごちそうさまでした。ピリーお腹いっぱい。ちょ、今日、メイクのノリ良くない？ほら。ということで、ちょっとまあメイクほぼ完成してるんですけど、あとチークとリップしてメイク完成なので、もうダッシュで髪の毛やっちゃいます。ということで、ちょっと今からもう来るまでね、もう時間が ほぼないんですけども、ちょっとね少しだけ漢字をやりたいと思います。しかも今回めっちゃむずい漢字ばっかなのだからね、ちゃんと覚えないとマジで死ぬ。カメラが今隠したカメラ。あ、かっこいいカメラが。はい、お分かりの通り、今、テイク2でございます。はい、皆さん分かりやすいぐらいね、やらすんですね。ちゃんと本気やってみようか、演技。はい、ガチ演技でいこう。あ、久しぶりー。どうぞー。お邪魔します。久しぶりー。楽
じゃん。OK、これ、これで、これ、これ、これで。大丈夫ですか？なんか、火事起きた時に間違えて、電話できなかったとか、お家やめてください。それでは、目を開けてみてください。せーの。めっちゃ可愛い。今のえのん番組さんの方でなんと私誕生日お祝いしてもらっちゃいました。いただきました。今回10月10日とかそこら辺なんですけど、はい、11月9日で早めに祝っていただいた。めっちゃ早い。バカ早い。ありがとうございます本当に。ということでのえのん番組さんの方でも上がってると思いますのでぜひチェックしてください。お願いします。のえのん先生のギターコーナーさ、ギター歴は何年ですか？今年始めたばっかで3ヶ月ぐらい。すごいですよ。でももうペラペラだから私やる気なくしたんですよ。自分この人よりも前にギター触ってたのになんか上手くなりやがって。わかります。そういうのありますよね。すごいですよ。音楽がやっぱ好きっていうとね、やっぱね、自分で調べたりするので。すごいと思う、尊敬。頑張ってみてます。これはうちが最近歌ってるやつ。うん、私はそこらの。私超好きだった、その曲。めっちゃ好き。で、10枚歌おうぜ。そう、私ギター担当するわ。いけるかな。いけるいけるの。私を…え、曲知ってるの。曲聞いたことある、ね、で、弾けるの。すごい。やばいよね、この人だってギターでも耳こびしてやがる。すごい。私はそこらの女と同じように扱ってよ。あなたにふさわしいかなんて、そんなに賢くはなれないわ。私思うかわいいじゃね、やってるじゃないですか、なんか曲歌うみたいな、はい、それやれたらいいじゃないですか。あ、え、今日やっちゃう？いいじゃん。え、めっちゃいいじゃん。え、待って。すごいテンション上がってる。いや、ありがたい。動画ないから。いや、すごい。え、やりたい、それやろう。マジですごい。ね、これ別にさ、この曲をさ、練習してたわけじゃないでしょ。はい、でもこれはでも、ももかちゃんもすぐできる。 F が弾けたら。 F むずいよね。 F マジでむずいよね。でもさ、うん、絶対音感ないと無理でしょ、この。いけるの？いけるいける、F で、ここでついていくと、なんか多分 C になったり B になったりしていける。 F 結構大事なんだ。そしたらこれで、このコードだけで使っていく。すごい、 F を抑えるのがすごいわ。私もう柔らかくなっちゃったもん、皮膚。マジで。やばい、やりたい、プレイリスト。じゃあちょっとそちらのえのさんの方で上がるかもしれないので、ありがたい、マジで。ということで、のえのさんでした。ありがとうございました。何本ぐらいための練習ですか？じゃあ3本いきましょう。あ、いいです、いっちゃいましょう、3週間分。ということで、ディナーでございます。いつもありがとうございます。すいません。ということで、本日は海苔クリーミーパスタということで、これめっちゃ美味しい、我が家 の、 あの定番商品でございます。そしてあとなんかサラダ系、コストコのこのサラダと、うん、あとこのコストコ の、 あのデカサーモンを切ったやつ、めっちゃ美味しいやつと、トーストとポテトでございます、はい、手を合わせてください。せーのがさん、はい、いただきます。最近サーモン食べれるようになったの？食べれなかったの？サーモン食べたことなかった。海苔で、寿司ローかなんかで食べようと思って食べてみたらいけた。ああ、もう食べたことなかったんだろうね、まだ。いただきまーす。この後マリオパーティーする予定なの。本当に楽しみ。いただきます。綺麗綺麗。うん、めっちゃ美味しい。うん、もう癖になるよね。うん、めっちゃクリーミー。うん、おいしい。美味しいしか言えないからね。そう、クリームで、なんかね、この麺っていうのかな、この麺がなんかね、なんかツルツルいけるタイプの麺ですね、うん、これね。
私海苔大好きなんですよ。おお。じゃあこちらも美味しいですか。うん。うんうん。ノエノボインツ。何点ですか。まあ120点。120点。美味しいです。ではゆっくり食べます。はい、ということでのえのんちゃんたちと今ねゲーム1時間ぐらいやったんですけども、はい、なんと本日もお帰りの時間という、はい、先生通知がね、はい、もうね、時刻はなんともう3時と回ってますね。本当だ、やばいね、今日学校だね。今日学校なんだ。確かに今日学校だ、はい、ということでということで YouTuber のねもう口癖あるあるということで、うん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当にお気をつけてお帰りください、はい、気をつけて帰ります。ちなみにノエノ番組さんの方では何を撮りましたか。私の方ではあのショートとあとあのももかちゃんがとある事務所を辞めたということでそちらについて詳しく聞いちゃいました。珍しくないですか、ノエノ番組が1本しか撮って帰らないという。いや、思いました。びっくりです。今日は本当に緩すぎて最高。地獄の撮影会っていう LINE グループがあるけど、全然今日地獄じゃなかった。天国です。天国の撮影会でした。でもまあ、ショートとかたくさん撮ったんで。はい。TikTok も撮りました。はい。また近々上がると思うので見てください。ノエノ番組さんのチャンネルは概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てください。お願いします。ということで、またぜひ遊んでくださいませ。また今度遊ぼうね。よいしょ。じゃあそのマイク持って帰る。失礼します。ということで今のえのんき帰ってしまったということで、私はもう一応した感じですとあると言った通りお風呂にダッシュで入って残りの時間ちょっと感じる勉強します。ということでお風呂に上がりました。ちょんまげです。さっぱりしましたのでスキンケアします。今日ね、久々にのえのん家に会ったんですよ。ほのちゃんは、まあ、言うて会ってたんですけど、久々に我が家での撮影ということで、めっちゃ楽しかったですね。まあ、明日学校なので、ちょっと普段より早めに帰っちゃったんですけど、マジで楽しかったです。またゆっくり話したいっていう、またゆっくりね、もう一回遊びたいなと思います。ちなみに、ももかチャンネル TikTok の方でも、ちょっと面白いの何個か上がってるので、ぜひ見てほしいですね。結構面白いのばっか撮った。ということで、もうこのまま今日はね、疲れたのでゆっくり寝たいところなんですけど、明日ね、何回も言ってるんですけど、あの漢字テストがあるということで、でも普通のただの小テストだったらこんなやんないんですけど、結構ね、成績に関わるやつなんですよ。なので、ちょっと頑張って覚えます。昨日ね、土曜はね、もう一日ずっとそれをやってました、漢字を。なんですけど、まだ全部見切れてすらいないので、範囲が多すぎて。今日、残りの時間でちょっとやりたいと思います。もう半分諦めてるんですけど、ちょっとだけもがきます、まだ。スキンケアして髪乾かしています。ということで今から漢字勉強します。ちょっとマジで結構ねやる気出ないんですけど、とりあえず頑張ります。でちなみに今日はここでやろうと思うんですけど、ここどこって思った方いると思うんですけども、ここはここです。リビングのこの一角ですね、はい、ここでやっていきます。結構ね編集する時とかたまにここでやったりしますね。はい、ということで頑張ります。はい、ということで今ねちょっともう覚えきれてないんですけども、もうギブアップということで、もうこのうとうとしたままやっても何も入んないので、もう明日学校、まあ、早めに起きてもやりたいと思います。もう歯磨きして寝ます。チャンネル登録してね。はい、ということで今回は久々に我が家のお友達家族がコラボしに来るぞということで、ノエノン家が遊びに来る日の様子をお届けしました。いかがだったでしょうか。もうノエノン家に関してはコラボとかそういうのよりかはもうなんかもうお友達家族がもうほんと久々にお話ししたいねって、あの遊びに来たみたいな感覚に近いですね。ということで明日漢字テスト最善を尽くしていきたいと思います。はい、それでは皆さんおやすみなさい。人間はこの寝てる間にね、あの暗記っていうか、そのいろいろ覚えますから、覚えるっていうか脳に焼き付きますから、この寝ている間にどれだけ焼き付くのかが大事ですけどね。そう、待って、だからこれからどうなっていくのか。おやすみなさい。A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, are you smiling? That's what
for sure.